今日結構しっかりメイクしてるんですよね。だからとっておきのパックを使いたいと思います。まずメイク落としから。メイクを落とす時のポイントはこすらないこと。優しく撫でるように落としていきます。こするとシミになっちゃったりするんで気をつけてください。皆さん家に帰ったらまず最初に何しますか？私は携帯を見ます。その後はネットフリックス見てて、最近のお気に入りはスノーピアさん、知ってますか？スノーピアさんって話がすごく面白い。なんかね、サスペンスみたいな状況に今なってて、とにかく面白いので見てみてください。それで私が最近ハマってるのは火鍋。辛い激辛の火鍋が食べたくて、中国の火鍋をAmazonで取り寄せて2週間待って届けてもらってます。めちゃくちゃ辛くてお腹はもちろん痛くなるんですけど、でも癖になる味で食べてます。こんぐらいの塊、真っ赤な塊、どっかのお店のなのかな、なんかそれが届いて鍋に入れてお水入れて煮立たせたら唐辛子に具いっぱいの鍋ができるんです。そこにキノコとお肉と野菜入れてヒーヒー言いながら食べるのが好きです。なんか中国の火鍋の下で家で食べれるもの、Amazonとかで売っているのでおすすめあったら教えてほしいです。本当に激辛を制覇したい。ありますかね、おすすめ。ちなみに私顔をゴシゴシしたいから松江くんはやらない派です。どうでもいいか。なんかよくね、日本だったら聞かれるから、松江くんしてますかとか。私は松江くんはしてないんです。洗顔が終わったので今日は、特別なお気に入りのパック使っていきたいと思います。これね、洗顔後に使うんですけど、ミースっていうブランドで、今これすごく日本で話題のパックなんですけど、なんとこれは自宅でエステ感覚にできるパックで、このジェルタイプのものの中にね、パウダーなんですけど、これを入れてスパチュラで混ぜて使うんですけど、これね、私ももう好きで何回もリピートしていて、中国でも人気の田中みな実さんとかも
ってたりとかして、結構美容系の方が使ってるパックです。これ炭酸ジェルパックなんですけど、毛穴の引き締めとかトーンアップもできるし、肌が荒れた時とかもすごくいい、もうすごく保湿がされるのでおすすめです。あとリフトアップ効果とかもあるので、もう撮影の前日は必ずつけてます。あとね、明日はパーティーに行くとかそういう時とかも、大事な日の前日はこれを使ってます。もう何回もリピートしてる。それでは早速始めていきます。こっちがジェル、こっちがパウダーで、これがスパチュラになります。まずジェルを、この大きいジェルの入れ物で混ぜちゃうので、上の方はちょっとねこうやって下に溜めるようにしてください。ジェルを開けます。いきますよ、入れますよ。こんな感じで入れたら混ぜていきます。こうやって炭酸パックが出来上がります。こんな感じで、はい、できました。見て、トローンってパックになってきます。こうやってバチュラで流します。なのですごく冷たくてね、気持ちいいんです。ヒヤーって毛穴が閉まってくって感じします。これは敏感肌の人にも使える優しいパックで、匂いもないので、苦手な香りとかある方もかけなく、みんな使えます。とにかくね、もう気持ちいいんですよね。もうつけてるだけで気持ちいい。これは7日間連続でつけると1週間、すごくお顔がリフトアップできるんですよね。だから本当に大切な予定があるときはずっと7日間しっかり使います。こうやって保湿もできて、トーンアップもできて、毛穴もしまうし、めちゃくちゃ最高ですよね。あと私がいつもやってるのは、自宅で使うのと、まあ、ちょっと今は旅行には行けないですけど、前までは旅行に行く時とか、飛行機乗ってすごく乾燥するとか、そういう時もこのパックも持ってって使ったりとかしてケアしてました。やっぱ炭酸美容って即効性があるので、すごく好きです。日本です、今はもう本当に炭酸ブーム来てますよね。中国でも炭酸流行ってるかな。中国の方ってみんな女の子、肌白くて綺麗だから、このパック使うともっと白くなって透明感出そうですね。今から2、30分時間置きます。この付属のこのカバーで押さえていきたいと思います。はい、今から2、30分時間置きます。私はいつもパック中はネットフリックス見たりとか、携帯触ったりとか、あと SNS に載せるような写真編集したりとかするんですけど、あ、そうそう、レッドブックを始めたので、こんな状態であれなんですけど、皆さんよかったらフォローしてほしいなって思います。30分かな、経ったので撮っていきます。なんとあのゼロがどんな感じになるか、皆さん驚くかな。いきますよ。
ぺろーん。見てください。こんな感じで固まってめくれるんです。肌のトーンが上がって嬉しい。なんかね、キメが細かくなるんですよね。まずね、見てほしいんですけど、すごくトーンアップしたの分かりますか？ね、毛穴もね、あれなんですよ、ちゃんと締まるし、もうすごくないですか？これで安心して明日の撮影いける。じゃあ化粧水塗ってきます。化粧水もミーズ使ってるんですけど、本当にね、このパックした後にこのね、一緒のシリーズで化粧水使うともうぐんぐん入ってたので、とてもおすすめです。私は結構多めにいつも化粧水をつけます。私結構乾燥肌で、敏感肌なんですよ。だからね、もう合わないものとか使うとすぐに荒れちゃうタイプで、ミーズは私の肌にすごく合っていて、この化粧水も重すぎず軽すぎない程よいとろみで、すごくね、お肌に馴染みやすいんですよね。浸透しやすいっていうのかな。だからすごく好きです。私のいつもの化粧水のつけ方は、とにかく優しく押さえて入れ込む感じ。私はなんかここの頬の部分がね、乾燥しやすいんですよね。だから入念に、はい、化粧水塗り終わったので、あとは美容液と乳液つけてきます。私の今すごく気に入ってる美容液です。これはね、ノルドっていうところの、日本のメーカーの美容液なんですけど、ハリがね出るんですよね、これ使うと。あと香りも好き。美容液も優しく抑えるように、こすらないようにつけます。入れ込む感じかな。保湿もしたいし、ハリも欲しいし、ピカピカのお肌になりたいし、忙しいです。スキンケアはこんな感じでしっかり入ったら、普段はクリーム使ったり仕上げするんですけど、今日はねミスのパックと化粧水でしっかり保湿したので、乾燥しない肌になってるので、軽めに乳液にします。乳液は韓国のオーガニックブランドのファミュ使ってます。軽くねつければもう完成できました。いい感じ。こんな感じで私の夜のルーティン、大事な撮影がある前日バージョン、こんな感じでした。すごい、私スキンケアしてる時間大好き。もうね、幸せです。これで安心して寝れます。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。